今日一日天候はちょっとね不安定かもわからないですけど、ライダーにとっては、難易度が上がって、でもたま楽しく走れると思いますので、皆さんを魅了する走りができるように頑張りますので応援よろしくお願いします。頑張ってくださいよ。10秒前、はい、5秒前です。はい、スタート。はい、拍手。柴田選手ね、前回の大会でも結構調子良かったんで、今回もちょっと期待してますけども、頑張ってもらいたいです。ちょっと前気味やね。38
ップ、いいよ。飛ぶのが一番楽そう。あ、そんな素晴らしい。48
るのもいいですよ。ちょっと見えないということでね、ちょっとバランス取りにくいですよね。今ね、加速の時にちょっと滑りましたね。リアタイヤがちょっとだけ空転したんでね。ナンバー12番、兵庫選手。はい。ああ、いいですよ。結構ね、息をつけすぎるとまたこっちが通った後がね、危ないんでね。ちょうどいいランプをしたらできません。32。ああ、やってきました。やはりあちらからのジャンプになってくるのかな。他のラインもね、行きやすいかもわかんないですけど、やっぱり一人行くとね、どうしてもそこが行きやすく見えるんでね。さあ、そして平選手。最後はね、お注意、行ってもらいたいですね。よし、まい。ナンバー7番、斉藤亜選手。うまくいった。つけるほど行きやすいんですけども、そのつけすぎるとまたね、行きすぎてしまうんで、その辺の加減が難しい。よし、うまくいった。さあ、前回大会から勢いそのままに第1セクションクリーンしてきました。野崎選手、
上品、やっぱりこれクリーンでくるんですね。クリーンですね。ジョイ選手とってはね、これぐらいの条件悪化もあまり関係ないみたいに見えますね。いや決してね、コンディションがいいと思いませんか。出場できれば6番の石川聖也選手、マーカーに当たってしまったということで、はい、ちょっと今のは痛かったですね。さあ、黒山選手、ギリギリですからね、気をつけていかないと一歩間違うと5点になってしまいそうですね。いや、そのね、際どい戦いをしています。さあ、上陣はクリーンが続く。さあ、小川強選手、できれば1番、小川智之選手、ここだけちょっと気をつけていってもらいたいです。おっしゃ、
終わったらその次にドンパチぐらい動いてないっていう。